こんばんは、ゆっくりです。この動画は、ゆっくり謎解きミステリー、問題編、です。それでは、始めさせていただきます。今回の話は濁った目さんの、七種のクイズ。問題は全部で4問あります。1、犯人は誰か？2、連続バラバラ殺人犯と、同一犯か？3、2、の根拠となるものは何か？ 4、被害者は本当に、安波か？それでは、どうぞ。ふう、俺はと息をつくと、汗と油で頬にべったりと、張り付いた髪の毛を、血まみれの手で無造作にかき上げた。すでに俺の周りはすべて血の、海で覆われ、むせ返るような匂いとともに、夕闇の中でどす黒く光っていた。人間って生き物からは、こんなに血が出るのか。不思議なもんだ。俺は、大量の血を見たせいか、やや朦朧とした意識の中で、いつになく真面目な口調で己に、問いかけていた。すでに右足と左足を、付け根から切り落としていた。切り落とした断面からは、今も絶え間なく血が吹き出していた。俺は、手に持っていた特大のナタを、一旦床に置き、移行すべき次の作業を、どうするか考えていた。本当なら次は、左腕あたりを切り落としたいところだが、思い切って。俺は自分の姿を鏡で、見た。そこには疲れ切って青ざめ、頬のこけた自分の顔があった。異様に濁った目が、ぼんやりとこちらを見つめている。いつからこんな人間になったんだろう。今更そんなこと言っても遅いよな。俺は自嘲気味に笑うと、次の作業にかかるべく、さっき床に置いたナタを拾い上げた。一つ一つの体の部位を、切り落としていこうと思っていたが、なんだか急に面倒くさくなってきたので、思い切って首を切断することにした。果たして人間の首をナタの、一撃で切り落とせるものなのか？足にしたって、骨を断ち切るのは容易でなかった。ましてや首となると、それだけ骨も太いわけだし。俺は、全身全霊を両手に、込めて、首めがけてナタを振り上げた。数日後、とあるマンションの一室で、ショッキングなバラバラ遺体が、発見される。今ちまたを騒がせている連続バラバラ殺人犯と、同一犯の可能性が疑われている。その犯人は一度だけ警官に、変装しているところを目撃されただけで、その他の物的証拠を、全く残さない完璧主義者である。被害者の名前は安波。現場には被害者の体を、バラバラにしたと思われるナタが、落ちていた。第一発見者はマンション管理者の、怖さ。その後、通報を受けた警察官の、田中が現場に入っている。問題は全部で4問。1、犯人は誰か？ 2、連続バラバラ殺人犯と、同一犯か？ 3、2、の根拠となるものは何か？ 4、被害者は本当に、安波か？それでは回答編でお会いしましょう。お相手はゆっくりでした。